也の車の話、始まりました。始まりました。今回皆さん見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ今回はですね、はい、お二人の好きな車の色、色聞いてみようかなと思うんですが、あ、いいですね。どうですか、色。俺はね、白か黒。色をつけたくない車は。白か黒。だから、マイカーもそう。マイカー何色ですか？マイカー86は白と黒です。で、オデッセイもシルバー、うん、もう色っていうのがね、つけたくない車はね、うんうんうん、僕はね、実は明るい色が好きなんですよ。あ、私当てられます、テリーさんですけど、出た黄色。そう、いつもテリーさん黄色の車いいって言ってますよ。本当、僕だからほら、この前ね、出ていただいたイーボシさんですとか、あれもメガネ、本当は黄色してほしかったな、はい、今自体、僕2台車黄色持ってます。え、ジムニーの？あ、違う、ホンダのビート。あ、ビート、ビート。ホンダのビートはもう今から30年近く前に買って、今でも乗ってるんですけど、はい、それも黄色です。で、最近車僕買ったんですよ、うん、一月前に、うん、それはね、ウィル、え、って知ってます？20年ぐらい前にトヨタが出したウィルスサイファーっていう、うん、あるんですよ。その車を、買いました。乗り出し30万円で。へ、それも蛍光色の黄色です。蛍光色、どうなんですか？で、僕は何かというと、うん、ちょっと社会性が僕あって、はい、黒い車は、はい、歩行者は見にくいかなって。それはある、うん、そう、だからそういうのがすごくあるんで。それはある。自分が、僕は夜歩いたり、それこそ散歩したりしてて、黒い車が見ると目立つんですよ、うん、で、僕はもう年なんで、だから明るい車が好き、うんうん、あとはファッションも僕あんまり基本的に黒を着ないようにしてるんで、うん、それは何かというと、街が華やかにならないから。あー、おしゃれだね。だから車も、黒い車ばかりが街を走ってるのは子供たちは楽しくないなと思って、うん、だからディズニーランドにある車は黒ないでしょ。ない。だから僕はなんかどっちかというとおとぎの国の車みたいなのが好きなんで、だからビートルなんかも黄色だとか、うん、まあ、オレンジとか長いじゃない、ペーパーミント。ああ、でうちの子は最近、僕は家の廊下をペーパーミントにしました。嘘でしょ。すごい。マジで。そうなんですよ、ペーパーミントにした。だから、なんかね、好きなんですよ。だからこの前の、うん、楽しそうですね。そう、北京オリンピックの開会式、うん、すごく色鮮やかだったでしょ、うんうん、まあ、正直言ってあれですね、東京オリンピックの10倍綺麗でしたね。なんかもちろんね、電子、ね、を使って、はいはい、だから日本人は意外とモノトーンに行っちゃうけども、なんかあれ、日本人は豊かだからモノトーンに行くんですよ、うん、だから多分1960年代70年代まだ日本が豊かじゃない頃って、うん、豊かになりたかったから、うん、明るい色が好きだ、はいはい、今豊かになっちゃうと、うん、黒い色が好きになっていっちゃうと。なるほどね。そういうのはあるんだよね、うん、だからね、トンネルズのノリちゃん、はい、あの人の画家としても天才じゃないですか、うん、黒い色一切使わないですよ。そう、だから花って黒ないでしょ、はい、黒い花って、はい、やっぱ人を楽しませてるのはやっぱ色が必要だ、うん、でもそういうのがなんか僕の演出家なんであるんですよ。あ、なるほど、ね、何色ですか？いや、私は逆にくすんだ色が好きなんですよ。なので、白が混ざってるものがいいなと思ってます。墨色みたいなのが好きってこと？私は本当に黒よりは墨色を好きなんですよ。墨色。最近でもさ、はい、街でさ、見る車、アースカラーを。そう、そういうの好きです、そういうの好きです。ベージュとか。ベージュとか、なんかちょっと、なんかマットグリーンみたいな。あ、サフェーサー色とかね、はい、ダサくない？いや、でもそれが、中のシートとか、茶色とか、で、縁の部分だけ白とかってかっこいいんですって。俺正直言って飽きちゃって。え、最近のなんかベージュとかグリーンとかのさ、いかにも地球環境に合わせてるみたいな色の色が多いでしょ、 SUV が、うん、飽きちゃった。なるほど、色つけろと。色をね、そんな話はどうでもいいですよね。参りましょうか。はい、はい、さあ今回はカーマニアスペシャルです。いいですね。はい、やってまいりました。ね、なんか毎回楽しみですよね。めっちゃかっこよくない？ ありがとうございます。ねえ、なんかね、めっちゃかっこいいんだけど、これなんかちょっと前のラブフローレンス
あ、素敵。ペリンさんがお洋服にこだわりがあるように、うん、車に並々ならぬこだわりを持ってらっしゃる3人の方を今回はお呼びしようと思います。はい、で、先ほど車の色の話しましたよね。好きな車の色なんですか。僕は黄色です。で、今回来ていただいたカーマニアの3人の方は、うん、はい、色にこだわりを持ってらっしゃる3人の方でございます。はい、それでは1人目のカーマニアの方ご登場いただきます。のんちゃん R さんです。のんちゃん、どうぞ。のんちゃんさん、のんちゃん R、 よろしくお願いいたします。こんにちは、のんちゃん R と申します。のんちゃん R、 はい、のんちゃん R です。なんでのんちゃん R なの。GTR 乗ってるんですよ。でも今日持ってきた車は、うん、オートザム AZ1 っていう。あえ、何台も車持ってるの。そうですね、車が好きなんで、はい、ね、そうです、そうです。 GTR 持ってる R さんの実際、はい、すごい、すごいな。めちゃめちゃ車好き、ね、今日は AZ1。 そうです。いやでも AZ1 も僕は欲しくて、あ、一度ですね、手付けゲームってことありましたよ。あ、そう。またなんでやめたの。いや僕はビート乗ってたから。あ、そうか、ビートあるのにまたなんかね、車庫がなかったんですよ。あーっと泣く泣くね、その頃を、まあ、買おうと思ったんですけども、やりましたけど、はい、まあ、中古屋さんでね、はいはいはい、よくありましたね、たま。あ、あれは昔なんでね。あ、そう、新小岩の中古屋さんですよ。新小岩蔵前通りありました。こまけ、うん、では、はい、早速、はい、のんちゃん R さんのお気に入りの車、はい、1台をご紹介いただきたいと思います。こちらです。おぉ、はい、AZ1 だ、はい、AZ1 登場しました。これありがとうございます。ミニミューラ、これオリジナルですね。そうです、このカラーオリジナルです。いや、これは、はい、いいわ。嬉しいです。鍵がここにある。そうなんですよ。本当だ、はい、鍵がそこですよ。はい、かっこいい。いや、かわいい、うん、もうほんとこの辺なんかちょっとミューラっぽいですよね。ミニミューラ、ね、いやここにレバーがここなんですよ、はい、でちょっとこう手を入れて、おおおお、ちょっと開くんですよ。ちょっといやらしいね。いやらしいよね。上に開くんですね。ガルウィング、はい、ガルウィングだ、はい、あ、シートもこれオリジナルですよ。オリジナルです。はい、はい、当時のままですね、はい、いやこれはでも今あれですよね、はい、人気があるから。そうなんですよ、ね、はい、レードがいい。でいつ頃購入したんですか。買ったのは去年の3月で、はい、まだ1年も乗ってないです。よくあったね。そうですね、結構探しました。あ、当時のままですね。いや、これはでも今あれですよね、はい、人気があるから。そうなんですね、はい、レードがいい。でいつ頃購入したんですか。買ったのは去年の3月で、はい、まだ1年も乗ってないです。よくあったね。そうですね、結構探しました。1年前にどのぐらい探した。1年以上探しました。探しましたか。でもどんどんその探してる間に値段が上がってた。そうなんですよ、はい、この1年ぐらいねこういう人気車種はね、もう悪魔の値段っていうですね。そうだよね。そうなんです。もうなんかちょっとね、なんかタチの悪いね、キャバクラみたいなもんですよ。いるだけで5万、10万どんどん上がってるみたいな。大変。いや、ほんとそうです。え、はい、ワンちゃんはお仕事ないですよ。仕事はですね、車が好きなんで車屋さんでバイトしてます。あ、車検とか改装とか、いや、でもこれね、はい、てか、なんで AZ1 に行ったの。あ、そこですか。私はのんちゃん R っていう名前の R が、R35 GTR も乗ってるんですけど、だから R35 GTR はものすごいパワーのある、ハイパワーの車なんですけど、もっとこうライトな、ライトパワーの車で遊んでみたかったんです、はい、で、これ選んだのが AZ1。はあ、全然違うんですよ、やっぱり。いやでも走行距離は10万キロぐらい。あ、まあでもね、結構走ってるんでね。そうですね。これ AZ1 というのはこの後マッチスピードっていうのもあるんですけども、はい、ちょっとなんかね、スピードっぽいって、そっち側の方が高いんだけども、オリジナルのこっちの方がいいよね。そうですね、うん、人気ありますし、はあ、これね、これこの開き方がガルウィングなんですよ、はい、で、ランボルギーニなんかはこういう風に開くから、 あれガルウィングって言われるんだよね。はい、シザードアです。あ、そう、はい、うん、これは鳥のガルウィングとね。そうです、カモメみたいな。カモメじゃなくて、かわいい。乗るのがちょっと大変なんですね、はい、ちょっとサイドシェルがすごく高いので、はいはいはい、一回最初にお尻を入れてからね。なるほど。あ、そう、もう決まってるんだね。儀式があるわけで。儀式があるときの足を入れるので。足を入れて、はいはい、大事ですよね。で、このシートを前に、うん、あ、もう決まってんだ。そうです。その時に、のんちゃんが座ってるときにこれって届かないよね。あ、届きます。こう、あ、届くんだ。届くんだ。こうやってで、こう締めて。ああ、なるほどね。はい、あの、SL とかあるじゃないですか、ベンツ。ああいうのって届かないから、最初からこれを持ちながら、あ、持ちながらこの入るっていう。なるほど、なるほど。へえ、な
なるほどね。そしてこれはエンジンは後ろなんですよ。後ろなんですよ。AZ1。おお、まあね、これはかわいいかわいい。当時のね、マツダの、これ550？あ、660です。はい、660。はい、あ、もう660になってる。そうですね。うん、あの F6A エンジンってあのアルトワークスとかと一緒。ああ、そっかそっか。アルトワークスのエンジンなんだ。はい、そうです。鈴木なんですよ、エンジンは。うん、はい。どうですか、走りは。あ、かなり楽しいですね。あ、そうだよね。楽しいですよ。楽しいよね。何が違いますか。やっぱもうクイックなんですよね。ハンドリングはクイックだし、でもパワフルなので、うん、こうあのストレートでも加速はかなりありますね。うん、あと、あれじゃないですか、この車高位置、ね、着座位置が低いから、はい、そんなにスピード出してなくても、なんか出してる感じしない。そうなんですよ。ね、だって近くに道路があるから。そうそう、近いんで、確かに。確かに、ね、だからカートみたいな感覚。いや、だって車が軽いからすごい楽しいと思う。そうですよね。ハンドリングはね、はい、めっちゃいいよね。最高です。軽いんだもん。はい、ランブルギーニカウンタックとか、はい、それこそあのバックするときってドア開けながらじゃないとこの辺が見えないとかって言うんですよ。これはどうなの。これは見えます。見える、はい、あ、それは日本車だね。そうですね。で、ここにあれが入ってるんですよね。タイヤ。あ、タイヤ。あ、そうなんです。スペアタイヤがここにあって。あ、もういらないじゃん。だって今の時代別にいらないじゃん。なかなかそうです、使わないですけどね。うん、だこれもどっか どかして、はい、ここになんか荷物を置けたらまだいいよね。そうなんですよ、荷物置くスペースが全然ないので。そうそう、だからもう、ね、なんでブースターケーブル積んでんの。あの、止まる時があるんです。はい、そうか。かわいいとこなんですね。かわいいとこなんですよ。かわいいとこなんですよ。じゃあバッテリー変えればいいじゃない。新品に。あ、そうなんですけど、やっぱお出かけしてる時に突然やっぱかかんなくなる。バッテリー変えてるの。バッテリーも一応変えたりはしてるんですけど。ああ、そうか。はいはい、流れちゃうのかな。さっきも来る時一回ちょっと止まって。あ、そう。あ、その時これブーストで自分でやってもらって。そうですね、はいはいはい。バッテリー入ってるの。あ、これ入ってないやつで。それじゃブースターケーブルで。日本スーパーカー協会です。あ、そうです、そうです。何これ。あ、こんなのあるの。私が、そうですね、日本スーパーカー協会ってとこ事務局をやらせていただいて。マジで。はい。え、これ どういうこと。スーパーカーのカテゴリーってあるの。あ、そうですね、あの、まあ、この車はあのエントリーされてるんですけど、私がそのスーパーカー協会ってとこであの、うん、活動してるのですね、あのスーパーカーを通じて、うん、あの子供たちにスーパーカーを見せてあげたり、うん、展示したりするイベントとか、あとチャリティーでそうかスーパーカーダンボールに出会いとかに車に親しんでもらうってことね。そうですね、乗せて道場走行するようなイベントとか、主催いい団体ですね。そうか、はいはい、私でもこの車ちっちゃいスーパーカーだと思ってるので。あ、その通り。だってもう今さ、このご時世ね、はい、正直言って横のね、衝突が甘いじゃないですか、はい、そうするとこういう車っていうのはもう今ね、許可はなんない、うん、あ、そうだからね、今もうそれこそなんかどん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 さ、横からの衝突ってんで安全性があるし、このドアだったらもしかしたら許可なんないかわかんない。そうですね、今だったらね。だからこういう車ってもうないですよね。作れないですね。かわいいね。シンプルだけどなんかかわいい感じしますね。かわいい、かわいい。これ夏だったらさ、これ取れるんじゃない。あ、そうですね、あ、でもここがこう取れるんですよ。ああ、なるほどね。ロマンチックだね。マグナってね、これ見てここしか開かないんだよね。そうです。そこしか開かない、そのぐるぐるのレバーがあって。これさ、変なのし、今だったら ETC だからいいんだけど、はい、ETC がないとここからさ、このお金払うの、はい、料金で大変な時代でしたよね。ドライブスルーとかあの、ね、絶対入らないので。ここマックシェイク入んないね。ああ、マックシェイク、ダブルバーガーも入んないかも。横にしたらこぼれちゃうんですね。あ、そうか。でもなんかこういう車ってもうなんか不便だし、はい、かわいいから、はい、まあ、変な話、はい、220万円で買ったとしても、はい、リセールバリューいいから、うん、そうだね、値段は下がんない。うん、そ、下手すると250万で売れるかもわかんないね。あ、そうですね。ね、はいはい、これは何ですか。あ、メーターをつけました、後付けで。何のメーターをついてるの。水温と油圧と走り屋。これ必要ないよね。まあ、走り屋、走り屋。普段必要ないでしょ。まあ、そうですね、普段は。必要ない。でも結構峠とか走ったりするの。峠走るの。はいはいはい、走り屋、走り屋。最高ですね。このホイールはオリジナルですか。そうです、これもあのオートザム。あ、はい、そうですね。なんかこの頃のさ、車、あとね、鈴木にもありましたよね。あ、キャラですか。うん、はいはい、あの鈴木のオープンと、うん、ああ、
サンダーってね、ビールとこれに合わせて、カプチーノね、あ、カプチーノ、スズキカプチーノ、AZ1、はい、AZ1、AZ1、ホンダビートね、そうそう、サンダーがね、はい、その中でも一番やっぱりガルウィングっていうのはさ、ね、日本でガルウィングっていうのはこれとセラぐらいですけどね、そうですね、うわちょっといいですね、久しぶりに見るとどうですか、いや可愛いですよ、嬉しいです、可愛い、これはでもだから乗りこなせるのかなって不安にちょっとなりそう、いやでも女性でも簡単に乗れると思います、そうですか、土屋さんちょっと乗ってみてください、普通に乗れますよ普通に、このコンパクト感がいいな、楽しいな、なんか車、なんかあれだよね、なんかこのなんかこれは宇宙もののドラマのさ、そうですね、確かに、はいはいはい、ウルトラマンとかのさ、ケンプチャーが乗りそうだよね、確かに、可愛 い, いな、土屋さん似合うよ、似合う、可愛 い, いです、うん、似合う、本当だ、なんか近い地面と、いや近いって言うと、タバコこうやって消せる、よく言われたことあるじゃん、こうやってこういうとこでね、タバコこうやって、昔はタバコ消せるから、本当だ、はい、懐かしい、うん、何が懐かしいんですか、いやだってこれが出た時に、うん、Kカーバトルってのやったもん、ベストモータリングで、うん、ああそうか、もう Kのそうこういうのスーパーカーみたいな、はい、Kのスーパーカー集めて、はいはい、つくばサーキットでバトルしたの、はい、早いんだよ結構ね、それあれつけてるんですよね、iPad みたいな感じ、そうです、あのカセットテープだったんですよ、もともとが、うん、さすがにカセットテープにダビングする機械持ってないので、うん、そこだけちょっと変えましたね、これは何をつけてあるの、これはあの Bluetooth ナビに、あこれは、あ、そう、これいくらだっていうの、これでも2、3万ぐらいで、うん、へぇ、今すぐだよね、めちゃくちゃそこだけいきなりテスラっぽい、はい、すごい、あれそんなに安いの、そうですね、そのぐらいで、あのインターネットで、そうか、へぇ、懐かしいわでも足とか結構広々と伸ばせるんですね、そうなんですよ、割と広い、ね、全然割と広いよ、これって海外で売ってたのかな、ここよ360、あ、660だから売ってないのかな、はい、うーん、全然狭さを感じない、感じない、うん、これちょっと閉めますよ、いい、あ、いいですよ、いいですよ、閉めてどんな感じ、はい、どう、大人2枚ちょうどいいですね確かにこのなんかあれもスタバ無理、スタバ無理です、スタバ無理で、ね、スタバ無理でしょこれ、スタバこぼしちゃうね、コールが入んないな、スタバ入んない、何にも入んないな、そうですね、ソフトクリームは、いやついちゃいますね、それこれついちゃうね、これついちゃいますね、これ女の子乗ってるでしょ、はい、ねえ、あのどうだろう、どうだった、持ってちゃう、すごい評判はいいです、はいはい、ナンパとかされる、ナンパされない、今のところないですね、え、ないの、ないです、なんでないですね、可愛いのにでも話しかけられそうですよね、うん、そうですね、やっぱ可愛い可愛いっていうのも言っていただけるので、確かにこれね、開けるのが難しい、あ、そう、ほうこう引いて、うん、肘で押さないと、あ、これ、はい、開けるの難しい、これまあでもそれまたその儀式がいいよね、いい儀式ですね、本当確かに儀式だね、儀式だ、これはさレーシングカーの乗り降りと変わんないですよ、頭気をつけてね、本当に、はいはい、レーシングカーの乗り降りと乗ってみてください、レーシングカーの乗り降りと変わんない、どう乗ればいいかも分かんない、あ、お尻からって言われてた、まずお尻からの方が、お尻から大きいんだから、確かに、あ、なんかふかふかしてるふかふか、いやでも、まんじゅうか、てか何よりもちょ地面近すぎてすごいです、そうそう、だから、ね、スピードがね、例えば40キロぐらいだとしても80キロに感じるんですよ、体感速度がね、隣にトラックとか来たらどうなるんですか、怖いですね、見上げるような像みたいな感じですよね、怖いのは、うん、背が低いと前の車が見えないじゃないかっていう、うん、ね、はい、こう近づいて走ってるでしょ、そうするとミラーが消えてる可能性があるよね、だから常にライトつけてるとか、なんか自分の存在を意識してみると、だからこういう明るい色なんですか、そうですね、でもそれはあるでしょ、はいはい、だから僕もビート乗ってて存在が小さすぎて、うん、俺のこと知ってっかなっていうふうに思うときあるのだから時田もなんかわざと距離で離して前の車の未来に視覚に 入らないようにして、なんかもう全部がなんか大きく見える全てが、私も最初なんかアリの規模になったような感じで、ね、はい、でも狭くないでしょ、でも狭くないです、ね、本当こうだよ、そうそう、狭さはないんですよ、でもなんか
こあの本当にアリミだったような。そうですよね、アリミ、アリミ、アリミ。え、楽しい。いや、かわいい、かわいい。え、なんかいい。これでもあれだね、あの港からさ、海を越った時絶対脱出できなそうだよね。できない、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 まあ、水圧で通ってきちゃって。ああ、こっから出てこれないしな。私、開けられない。ね、そうでしょ。聞いて、これ私、開けられないかも。そうなんだよ。え、これどこまで上げるんですか、これを。上まで行きます。はい、へえ、難しい。え、で降りるときは足からの方が。足から、はい、難しい。下ついたら排水バッグ。え、めっちゃ難しい、これ。これだから慣れないと今みたいに格好悪いんじゃん。そうそう、乗り降りが。もうでもめっちゃ格好悪かった。もう平気でしょ。慣れましたね、私は。これはね、これ何年前ですか。1992年なんで、うん、ちょうど30年になります。30年、はい、うわ、いいな。すごいですね。これって例えば話、はい、こういうとこぶつけたとするじゃないですか、はい、とまさかのパーツの共通ないんで。ない、部品がないよね。そういうあのインターネットで探したり。部品がない、部品がない。そう、本当に部品がなくて困ってます。一番ないのはどこ。いやでもガラスとかが。うわ、ガラスね。だからなんか怖い、ぶつけられないね。ぶつけられないです。まだエンジンはいっぱいあるんですけど、うん、本当にこういうボディとかも何も一つもやっぱり。シートは？シートもそんなにない。ないよね。まあ、これでは張り替えてね、ちょっとヘッド直そうとも直せる。できますね。うん、でもこの車さ、サビもないし、程度もいいね。程度めっちゃいいじゃん。程度いい。ゴムとかも全然大丈夫。樹脂も錆びてない。そうだよね。あとモール系がね。そうです。前の方は室内保管してるね。だと思います。全然程度がいい。どのぐらい週に乗ってらっしゃるんですか。でも月に何回かですね。やっぱりあの GTR もあるんで、それも乗ったりしてるので、はい、普段はあの仕事用の車がそれ乗ってるん で週末とか通院。3台持ってるの。そうですね。何乗ってるの3台。あ、でも一つは私配達の仕事もしてるんで、軽バンです。あ、配達っていろんな高く。あ、そうですね、いろいろやる。そうですよね、はい、俺の時はやってない。やってないです。車が好きな方じゃないですか。なんでそっちに持っていくのか。お仕事も車系です。お仕事も車系です。そうですよね、車好き、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さすがのカーマニアさん。フーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。